ばんは、本番目前山部全員集合。今日は山添拓さんを皆さんに知っていただきたい山部の企画をこれから始めたいと思います。本日の司会を務めます朝子と曽根藤です。よろしくお願いします。それではまず初めに山添さん、山部の皆さんに、はい、一言お願いいたします。Recording in progress. レコーディング中です。皆さんこんにちは。こんにちは。参議院議員の山添拓です。 Zoom でご覧の皆さんも、ご参加の皆さんもこんにちは。土曜日のお忙しい時間にありがとうございます。いよいよ参議院選挙の本番まで1ヶ月を切っています。本番目前の企画ということで、全員集合ということで、まあ、ここはちょっと密を避けてね、ある程度の人数なんですが、Zoom も含めて山部で今度の参議院選挙での勝利を目指して一緒に頑張っていきたいと思います。で今日は日中ですね、池袋駅で C さんと田村智子さんと一緒に、大街頭演説を行ってきました。池袋東口1万人を目標に、何人集まったかは数えてないかもしれませんが、本当に駅前を埋め尽くすような人で、大変賑やかになりました。賑やかになりましたが、他にも賑やか要素があってですね、若干街宣車で、邪魔をしてくる方もおられてですね、まあ、敬語を使う必要もないんですが、まあ、大変でした。右翼の妨害っていうのは私時々選挙の時に受けることあるんですけども、やっぱり日本共産党が大きくなるのを恐れてというか、まあ、それを妨害したいと思って、こう人がたくさん集まって盛り上げようっていう時にやっていくんですよね。それはやっぱりこうしてこう政治を動かそうという動きに対する暴力的な何ていうかやり方だと思いますので、私たち負けずにやりきったんですけど、私が喋ってるところはほとんど妨害されてしまいましたので、お聞きいただけなかった方もいらっしゃるかと思います。私は今日お話したかったのは、もともと共産党に出会ったのは2003年のイラク戦争の年だったんですけども、その年に大学に入って東京に出てきて、それでアメリカがイラクに対して戦争を始めて、そして日本もそれに賛同して、21世紀に入ってまだ人類社会というのは戦争で物事を解決しようとするのかと、それに対する憤りが当時ありました。でそういう時に日本共産党にも出会って、やっぱりこう、まあ、デモにも参加して社会に対して主体的に働きかける人がいて、そして初めてちょっと変わっていくと。世の中っていうのは一人でには変わっていかないわけですよね。誰かが声を上げて、誰かがこう一歩踏み出して、それが集まってようやく少し動くということをその時感じて、それが私の政治家というか、政治活動というか、政治に関わる出発点でもあったというところから少しお話ししたりしていました。今また戦争か平和かが問われるような、そういう情勢です。やっぱりここで黙っていていいのかっていう思いが今度の選挙に向けても本当に強い思いです。必ず勝ち抜きたいと思います。山部の皆さんとも一緒に頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。山部さん、